はい、キューバさんです。今回は、キラーイズ Z の続きをやってみたいと思います。今回も、一部の人に大人気の、モンドガールズ3、極上の下車場、をちょっと落とし気味に行ってみたいと思います。前回ね、B で一応ランクで、クリアはしてるんですけども、ロックがね、外れてるんで、続きができるんだろうってことで、まあ、アイテムもすべて、もう買い揃えた状態で、今も始まるのを、こう、今が遅しと、待ち構えてるところであります。はい、ということで、極上の下車場、やってみたいと思います。それでは、ポチッと。ターゲット小春さん、デートスポット日本料理、ご通称ザ・ゴールデン芸者。これ誰がネーミングしたんだろうね。年齢二十歳。二十歳っすよ。なんだあの二十歳も。いや、かわいいな、小春さん。はい。あ、ちなみにね、この小春さんモードはね、フレーム30じゃないとダメなんで、モードを変えております。モンドを変えてるわけだ。はい、モンドさん。よくいらしてくれました。ゆっくりしていってくださいね。ゆっくりしていってくよ。はい、これ、ガンミ。かわいいなぁ。小林さん、かわいいわ、これ。はい。これね、でもこれ単にこう見てるだけでね、大して、まあまあ上がるんだけども、こう見てるだけでも結構悪くはないんだけどね。気分はいかがですか？気分はいい感じ。はい、やっぱりこう見ることも全然できるんだけども、まあこのモンドガールの醍醐味。はい。このまま。マジで。本当にこのままずっと続けていいの？はい。マルチにこれね。チゴロゴ。なんで、なんでこれ？これ右上の。はい。これ今のうちにこう、おっぱいを見ちゃうよと。はい。星アイテム。何欲しがってんのこれ、小春さん。あんなの買ったことないよね、多分。いや、もうね。はい、かわいい。小春さんかわいいな、これ。はい、はい、力みなぎっちゃ、あ、花束、持ってたっけ？花束打ってたかな？はい、これね、これ、いい気分、いい、マジでいい気分。いや、俺もいい気分。はい、あ、ちょっと、右のゲージが下がっちゃった。これ、ストップを向いて、はい。はい、戻した。ほんま、マジで、ほんとに、ずっとこのままでいいの。はい、かわいい。小春さんかわいい。いや、このもん、あれだ。メガネかけないとダメだ。ゴロゴミ、あ、あれ、何この血のついたようなペンダント、あ、かわいい、はい、かわいい、かわいい、かわいい、もう見られても気にしない、最近もなんだその気にしないってのは。あ、え、いや、なんかさっきの血のついたなんかわけわかんないの持ってないよ、持ってないから、はい、血の力を見上げる、あ、マカロンだ、マカロンは持ってるでしょ、これ、はい、はい、結構ずっと本当にそう思ってんの？え、見つめないでください。照れてしまいます。おい、やばいな今の表情。もう一回見せてくんないかな。いや、ダメだ。もうマカロンあげちゃう。マカロンをあげちゃうと。ほらよ。ほらよと。いただけるんですか？あげちゃう。マカロンだけど。モンドさんからの贈り物、大切にします。いや、食っちゃって。大切じゃなくて食っちゃってよ、ちゃんと。腐っちゃうから。いい気分ですね。早く。だな、ナタリア、お前このタイミングで電話してくんなよ。かわいい、これ見、いや、これじゃゲージあんまそんな上がんないんだ、これ。これね、力みなぎらなさないと、はい、力みなぎっちゃう。時計。時計持ってるよ、多分。はい、これね。はい、あ、やべ、ギョイーンとなってる。睨まれた。かわいらしい。まあ、俺が、あのモンドだぜ。モンドなのに、かわいらしいって、しゃあねえな。いい気分ですね。惚れてやがんな、こいつ。このまま。マジで、あ、ちょっと、右のゲージ回復しよう。はい、回復した後に、力をみなぎる。はい、バラ、あ、これバラコスパいいよね、これ。安いからね、結構、確か。違かったっけ？はい、はい。はい、バラあげちゃう。これね、メガネモードの時、本当にね、みんな頑張れよ。俺がゲームで頑張ってる最中、お前たちも頑張れよみたいな感じになっちゃうね、これね。一輪の花あげちゃう。プレゼントを言う。これを君にあげちゃうよ。モンドさんからの贈り物、大切にします。あれマックスなんなかった。微妙に足んねえ。時間あんだ、これ。やべえよ。やべえ。これ、あ、やべえ。これ、やばい。
あ、マカロンもうねえ。マカロンごめん、もうないわ。マカロンない。いや、もうガン、はい。はい、これ、回復しても。いや、もう時間ない。やばい。え、はい、はい、力みなぎる。あ、バラ、おい、バラさっき開けたじゃん。はい、はい、もう、ちょっと、時間ない。時間ない。やばい。やばい。いや、もうやばい。何がやばい。ねえ、もうすぐで時間になっちゃうよっていう。力みなぎる。あ、あ、これ虎の先生みたいなのあるわ。これはあるわ。これあげちゃおう。いい気分。マジで。はい。虎あげちゃう。虎もあげ、虎をあげちゃうじゃないな。虎のセンスをあげちゃう。虎のセンス、虎のセンス、虎のセンス。あったよね。トランセスじゃないな。虎のセンスだよ。はい。扇か。虎の扇。ほらよ。ほらよ。ありがとうございます。何個もらえ気がするんだ、こいつ。今、ビュッと上がったな、これ。ビュッ、はい。ずっと一緒にいてくれませんか？マジでか。集めた。マンドの手詰めたみたいなね。前回ね、この後こう抱き寄せると抱き寄せてのキスするかのところで終わってたよね、確かね。こう抱き寄せての、あ、こう見つめ合う二人的な。あ、かわいいな。はい、ここで終わりと。極上のひとときを。続き来るよこれ。続き多分。あなたと一緒に過ごした。ほ、マジで言ってんのそれ。お、来たこれ。布団だ。和風だ。あれ、なんだこれ。なんで、なんで襖の開け方を。襖、障子か。うわぁ。あ、閉めちゃった。モンド、何やってんだ、モンド。怪しい。モンド、怪しい。あ、あれあれな、お決まりだな、これ。モンド、何やってんだ。おい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 、布団の上じゃねえのかよ。私、あなたといると不思議な気分になってしまいます。なんてこと言ってんだよ、もう本当に。二十歳の 若娘が。もういいことですか。え、かっ、え、なんだこれ。またお会いできますよね。えらいなんか効果音とともにブルーチケットみたいなもらったけど、これ確か普通に売ってるやつよね。いらないわ。使ったことないわ。え、ビデオから残り物ゼロドル？微妙だったのかな。微妙だったの、小春さん。いや、まあいいか。とりあえずクリアだわ。いや、とりあえずクリアだわ、これね。っていうか、ちゃんと布団の上でやんなさいよ。何をやったらいいんだ。まあいいか。はい、極上の芸者場、ロックマークまたついちゃいました。これどのタイミングでこのロック外れんのかな。これ気になって仕方がないな。これもうエピソード進めるよりも気になって仕方がないわ。まあいいや。とりあえず小春さんを、はい、2回目落としちゃいました。布団の上で、いや布団の上じゃなかったな、畳の上で雨むち中でした。 YouTube 的にはこれ今回まだ大丈夫だよね、これ。うん、まあ、YouTube 的に大事なキーワードは、下着じゃないのよ、水着だよ、ということにしておきましょう。はい。ということで、また次回、このマントガールズでお会いしましょう。あ、今回の動画が良かったら、グッドボタン、いいねボタン、こう、親指を突き上げてる、まあ、こう、ポチポチと押しちゃってください。はい。で、モンドガールズのまた続きが見たい方は、チャンネル登録よろしく。なんて、何をきっかけにチャンネル登録募集してんだか。はい、ではまた次回よろしくお願いします。では今回この辺で、さよなら。